東京急行とは、ソビエト空軍の戦略爆撃機、懲戒機、偵察機、電子戦機等が日本の周辺を飛行し、紹介・偵察を行うことを指す。東京に近づく飛行コースであることからこの名称がついた航空自衛隊によるスクランブル発進の代表的な事例である。東京急行の故障は、同じ曜日に同じ機体で同じ航路での侵入を繰り返していたことから、 定期便という意味を込めて、在日アメリカ空軍に寄り付けられた通称、東京エクスプレスの翻訳で、航空自衛隊も使用していた。アメリカ海軍の F-14A のインターセプトを、受けるつ9 5 r t ベア D 第3 7航空軍の日本近辺に対する偵察。紹介行動は、ウラジオストク郊外の空軍基地から発進し、日本海を南下するルートが、最も多かった。 これに対し、東京急行は、千島列島に出て、北海道東岸から本州太平洋側を南下し、伊豆諸島付近、時には沖縄本島付近まで南下するルートを取る。また、沖縄から日本海方面に抜けて、日本列島を一周する場合もある。偵察、紹介行動の目的としては、G 行動のほか、威力偵察により航空自衛隊及び、 アメリカ空軍の能力を測ること、各基地の配備数、稼働率の把握、無線やレーダー周波数などの電子情報を収集することが目的と考えられている。なお同様の行動はアメリカ軍などが旧ソ連や現在のロシア、中華人民共和国、北朝鮮、キューバなどに対して行っている。使用される航空機は長距離偵察に関しては、 つ95戦略爆撃機及びその派生型の小戒機、つ16、つ160が多かった。各機は武装しており、いざという時は一戦も辞さないという意思を見せつけての偵察飛行であり、迎撃にあたるアメリカ空軍や航空自衛隊の戦闘機パイロットにとっては緊張のフライトとなった。アメリカ空軍の回マイナス 4E のインターセプトを、 ウケルツマイナス 95RT ベア D、冷戦竹縄の1970年代にピークを迎え、年間200日を超える防空識別検事案が発生している。1976年の東京急行の実行回数は確認されているだけで約20回を数えている。冷戦終了後、ソビヒエと社会主義共和国連邦の継承国である。 ロシア連邦の経済状況の混乱化における経費削減などによりしばらく東京急行もなりを潜めていたが2000年代以降プーチン体制下において原油価格の高騰による資源バブルにより実体経済が持ち直してきたことで再び東京急行が増加する兆しを見せている2007年7月には伊豆半島沖までつマイナス95が 防空識別圏を越えて偵察にやってきたことを航空自衛隊が発表している。2008年には日本標準時2月9日午前7時30分36秒から同時32分24秒までの間、ロシア空軍のツマイナス95が伊豆諸島南部において領空侵犯したと発表している。同年4月14日、ロシアのラブロフ外相は高村外務大臣との会談において 事実を認めた。また、2010年11月12日にも、ロシア空軍の津マイナス95 2機が同様のルートを飛行し、航空自衛隊機が追尾した。2016年11月3日ロシアの、紹戒機 TU-142 2機が午前から午後にかけて、太平洋の関東沖まで飛行し、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進したと、防衛省が発表した。ありがとうございます。